今回はあの時元の謀反について解説していくぞ。今回はあの全成にとって唯一の嫡男である時元について解説していこう。まず時元は青年不詳となっており、両親が出会った可能性のある治承4年から父親が殺された建仁3年までの間に生まれたと考えるのが一般的である。そして時元が元服後、後に父親が謀反の疑いで殺されたとされる。この謀反の疑いに関しては次の内容となっている。建久10年1月に頼朝が原因不明の死を遂げる。頼朝が亡くなったことで鎌倉幕府の後継者争いが勃発することとなってしまう。当時頼朝の後継者候補は2人おり、1人は頼朝の嫡男である源頼家だった。そしてもう一人は頼朝の次男である源実朝だった。また頼家の乳母である比企氏、実朝の乳母である全成が対立することになった。結局この後継者争いは頼朝の嫡男である源頼家が2代将軍となる形で決着する。しかし全成と比企氏には目に見えるほどの対立関係が生じたことは間違いなかった。当初は後継者争いに敗北したと思われていた全成であったが、後に北条時政と結託して頼家を追い出す計画を企てるのであった。出た、時政。暗い影があるところに時政ありだね。なんだか仕置き人みたいだな。時政は多分仕置き人に始末される方だから違うと思うよ。確かにそれはそうだな。全成は何としても実朝を後継者にしようとそのことだけを考えていたと思われる。しかし建仁3年の5月に謀反の企みが暴かれてしまい、全成は常陸の国への流刑が確定することになった。やがて全成は流刑となった1ヶ月後に13人の合議制の一人で義朝の私生児と言われている八田智家によって誅殺されるのであった。もちろん時元も例外ではなく、一時は責任を問われて殺されかけた。しかし時元の叔母である政子に保護されて難を逃れるのであった。壮絶な幼少期を過ごしたんだね。確かにそうだな。そんな時元にとって政子や義時が命の恩人であることは間違いないな。周囲の助けによってなんとか窮地を脱した時元は、本拠地である駿河の国において隠棲することになった。しかし建保7年に第3代将軍である源実朝が暗殺されると、我こそが次の将軍であるとして挙兵するのであった。時元の挙兵に関してはこのような記録が残っているぞ。時元が挙兵後の鎌倉において政子の寝所にカラスが舞い込んだ。そのカラスを見た政子は不吉な予感がしており、その直後に飛脚が現れ時元の謀反を知らせた。記録というよりも作り話みたいな感じだね。飛脚の知らせを聞いた政子はすぐに北条義時に命じて追討軍を編成させる。それから義時は金久保幸力に兵を与えて派遣することにした。建保7年2月22日に到着した金久保勢は時元の軍勢と交戦。その結果あの来光とあの来前が討ち取られ、時元の軍勢はことごとく敗北することになった。最終的に時元は自刃しこの世を去ったのである。時元は助けてもらった政子や義時に対してどうして刃を向ける必要があったんだろうね。恩をあだで返してるような気がするよ。時元の挙兵は父親の事件の際に世話になった人々を敵に回したことは明らかである。そこまでして挙兵する理由は何だったのだろうか。確かに違和感を感じるね。でもその違和感の正体がわからないよ。おそらくその違和感は時元の挙兵の理由が明確じゃないからだと思うが、どうだ。あ、それだよ。
そこがモヤモヤしててさ。一般的に挙兵とは明確な理由を持って行うものである。例えると頼朝は兵士を打ち滅ぼすために挙兵している。しかし時元の場合は何が理由なのかははっきりとしない。記録として残っている書物の内容によると、時元が次期将軍になるという目的があったことは間違いないだろう。よく考えてみると、実朝が暗殺された直後は源氏の後継者が決まっていない状況であった。この後継者がすぐに決まらなかった理由はいろいろとあるが、一番の理由は実朝に子供がいなかったからだとされている。つまり後継者が決まっていない状態であるにもかかわらず、時元が次期将軍を望んで謀反を起こすことに何ら利益はないのである。確かに時元が私が次期将軍になるって言っても候補がいないわけだからね。周囲の人間も時元の謀反に疑問を抱く者が多かったのではないかな。そうだね。時元の血筋を考えると、源氏の血統に加えて北条氏との親しさを持った血筋である。そのことから時元はそれなりに次期将軍としての順位は高かったと推測できる。ただし時元の父親は世間からの風当たりが強かったため、その点を考慮すると時元を次期将軍とするのはふさわしくないと考えられたのではないだろうか。確かに理由はどうあれ、過去のことを言い出されると時元の立場は弱いね。まあそこは激動の時代なので仕方がないことだな。時元の父親に関しては何とも言えないところだが、いずれにせよ時元の謀反には謎が多く残っていることは間違いないだろう。時元の謀反に関する謎は多いけど、結果的に自刃したことは間違いないからね。もしかすると誰かが悪いことを考えていたのかもしれないね。その可能性はあるだろうな。じゃあ誰がそんなことを考えたんだろうね。それは正直言ってわからないな。ただ考えられるのは、当時の鎌倉幕府は実朝の死によって源氏の正当な血筋が途絶えてしまっていたので、次期将軍を朝廷から迎え入れることを考えていた。なるほど。じゃあ時元は鎌倉幕府にとって邪魔な存在だったから、最後には自陣に追いやられたんだね。おそらくそうだと思うな。先ほどの内容に加えて、政子は阿波の局が権力を持つことを防ぎたかったため、時元を自陣させたと考えられている。阿波の局って誰だっけ？阿波の局は時政の娘であり、全城の妻だった人物だな。え？全城が謀殺された時に阿波の局は亡くなってなかったんだね。諸説あるが、時元が保護された際に阿波の局も一緒に保護されたと言われているな。あ、もしかして鎌倉幕府は朝廷から将軍を迎えたいと考えていたから、時元が将軍になったらいろいろと面倒なんだね。その通りだ。ただ注意してほしいのは、時元が謀反を起こさせるように鎌倉幕府が何か仕組んだとする記録は残っていない。あくまでも様々な事情からそのように考えられてるに過ぎないんだ。うん、分かったよ。ここまでは史実を中心に解説を進めた。源氏の血筋でありながら、母と叔母の対立によって鎌倉殿への道を閉ざされ、非業の死を遂げた時元。その墓は父親である全成と並んで駿河の国大仙寺に伝わり、沼津市の史跡に指定されている。また鎌倉殿の13人にあえて時元を登場させたということは、間違いなく実朝暗殺後の謀反が描かれることは間違いないだろう。本作の三井は政子とギクシャクしてきているため、きっと時元の謀反を煽り権力を握ろうと野心を燃やす展開が予想される。今後のドラマの展開が気になるところである。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いするのじゃ。